広大な田園風景が広がる十勝。この地は日本を代表する大規模な畑作酪農地帯であり、日本の食料供給基地とも呼ばれています。十勝の中核都市帯広では、食の専門家や生産者との連携を通じて、地元産食材を活用したこだわりの学校給食を提供しています。日々の学校給食がどのように作られ、学校へ提供されているのか、学校給食に携わるさまざまな人たちの思いとともに紹介します。みんなこんにちは、帯広のリスでオビリーだよ。チェコ語で小麦という意味もあるんだ。給食大好きな食いしん坊のオビリーと学校給食センターを見ていくよ。給食の準備は朝早くから始まります。この日の小学校 A コースの献立は、ご飯、味噌汁、たら磯辺フライ、きんぴらごぼう、牛乳です。野菜がいっぱいあるね。まずはこうやって一つ一つ丁寧に土や汚れを落として皮を剥いていくよ。機械を使うこともあるけれど、細かな作業は調理員さんたちの手作業になるんだ。本日のきんぴらごぼうに使われているのは和田農園のごぼうです。大きくて甘みが強いのが特徴です。ごぼうっていうのは土から養分を結構吸うものなので、主に海藻類を畑に入れまして、土をいい土の状態にして美味しくできるように育ててます。子供たちに喜ばれるような野菜を作りたいなというのもあるので、喜んで食べていただけると大変嬉しく思います。ところで、給食センターの味噌汁にはどんなこだわりがあるのか皆さんは分かりますか？給食の味噌汁は地元の食材をたっぷり使って手間暇をかけながら作られているよ。例えば大根、人参などの野菜から豆腐、そして味噌まで十勝のものでできています。また味噌汁の味の基本となる出汁は昆布と煮干しを使用して取るなど、時間をかけながら丁寧に作られています。次に揚げ物室に行ってみましょう。一定間隔で機械にたら磯辺フライを投入しています。この長い機械が揚げ物をするフライヤーだよ。この中に油が入っていて、片方から食材を入れると油の中を通って出てくる頃にはこんがりきつね色になるんだ。続いてオビリーがやってきたのは炊飯室。ほとんどの作業を機械が全自動で行っており、大きな炊飯釜が回ってくると自動的にお米と水が投入され、ご飯の炊き上げを行っています。蓋の開け閉めも自動的に。この中でお米を炊いているよ。50分くらいで出来上がり。出てきた後も自動で蓋を取って、自動でひっくり返って、自動でほぐされます。ここで具材を混ぜるとピラフやわかめご飯などの混ぜご飯になります。給食に使用されているお米は北海道産の七つ星です。北海道独自の基準で農薬や化学肥料を減らして栽培したイエスクリーン米を使用しています。ねえオビリー、給食の牛乳はどこで作られるか知ってる？牧場？半分正解かな。帯広市内はもちろん、十勝管内の牧場で搾乳された生乳が音更町にある四つ葉乳業の工場で加熱殺菌を行った後にパック詰めされて給食で提供されています。あ、こっそり食べている人がいるよ。これは味見。調理員や栄養教諭、栄養士がちゃんとレシピ通り調理されているかを確かめているのです。やっぱり子どもたちは
どんな人が作っているのか、給食センター方式だとどんな人が給食を作っていて、どこから給食が来ているかっていうのをやっぱ指導しないとわからない部分があるんですよね。なので給食センターの動画を授業の中で見てもらって、こんな風に作ってるんだって知ってもらって、あと生産者の人のこう指導で顔写真とかそういうのを見て、生産者の人と給食センター学校の架け橋になれるっていう仕事ができると思っています。帯広十勝の食材がたっぷり入った美味しそうな給食が出来上がりました。早く食べたい。さて、出来上がった給食がどのようにして学校まで届けられるのか見てみましょう。完成した給食は学級ごとの人数に合わせて食感に配食されます。食感を入れるのがこのコンテナです。あ、給食を運ぶ車がやってきたよ。コンテナごと配送車に積んで各学校へ運ばれていきます。配食を受ける学校ではどのような作業があるのでしょう。給食が学校に届く前に、パンや牛乳は工場から直接学校へ届けられます。間違いがないように数を数えて各クラスごとに分けます。また先に届けられる食器の数も数えて運びやすいように分けます。それを各階にある配膳室や教室の前に運びます。配送車が学校に到着しました。食感が入ったコンテナを受け取って中を確認します。各クラスの前に置いていきます。こうして児童生徒のもとに毎日の給食が届けられます。たくさんの人たちに支えられながら毎日の給食が届けられているよ。次にオビリーの名前がついたメニューをご紹介しましょう。その名もオビリースープ。先に言わないでよ。オビリースープは素材の味を引き出す優しい味わいの学校給食のオリジナルスープです。地元ホテルのシェフとともに栄養教諭とセンターの栄養士が試行錯誤をしながら開発し、平成30年度から提供されています。じゃあオビリースープの作り方を紹介するね。まず鶏ガラをきれいに洗って下茹でしてから香味野菜と一緒に煮込むよ。あとはアクを取ります。ひたすらアクを取りながら煮込んでいきます。するとオビリースープのブイヨンの完成。オビリースープとはこのブイヨンと食材を合わせたスープのこと。洋食店で作られるブイヨンとほぼ同じ工程でオビリースープは作られています。オビリースープにはたくさんの手間と時間がかけられているんですね。鶏ガラから取ったスープ、これを使ってやるのが本来してその本物を子どもさんたちに小さいうちから知っていただいて、子どもさんたちが記憶に残してもらえる、そういうメニューを作りたいな、作らなきゃいけないなっていうのが基本だと思いますね。地元で採れる旬の食材との相性の良さもこのオビリースープの特徴です。オビリースープに入っている玉ねぎは30年以上も帯広市の給食に野菜を提供してくれている泉農園のものなどを使っているよ。やっぱり子どもに美味しくて栄養のあるものを食べさせたいというのがあって、そうなるとやっぱり土が元気にならなきゃ元気なもの取れないということで、やっぱり土にいろんなミネラルとか有機肥料でっていう感じで始まってる。将来のね、子供たちが元気になってくれればすごくいいなと思って。これまで紹介してきた通り、給食では地元の生産者などとの連携により十勝帯広の食材をたくさん使用しています。冷凍を含む十勝産野菜の使用割合は 60% を超えているほか、
パンや麺は帯広産小麦を 100% 使用するなど、農業が盛んな地域ならではの学校給食を提供しています。帯広市では学校給食を通じて地域の農業や食産業への理解を深めたり、給食関係者の思いを伝える取り組みを進めています。またこれからも食の専門家や生産者などと連携し、将来を担う子どもたちのため地元の食材を活用しながら、安全安心で記憶に残る学校給食を提供していきます。やっぱり地元の食材を使うことで、子どもたちも、十勝で採れた野菜だっていうことで意識してもらえると、十勝ってすごいいっぱい採れる、おいしい野菜が採れるんだっていうことを、分かってもらえるのかなって思っています。学校給食を作るのはスピードも体力も求められて大変な作業ですが、皆さんの笑顔のために頑張って作っています。せーの、おいしく食べる。